ああ、いたいた。リハーサル前にちょっと体を動かしたいんだけど、付き合ってくれない？ありがとう。あなたが通りかかってくれてよかったよ。朝はようちゃんと会場の周りを走ってたんだけど、まだ走り足りなくて。何からやろうかな。付き合ってもらうし、準備運動から一緒にやろうか。じゃあ膝の屈伸から。1、2、せっかくだから柔軟体操もやろうかな。こうやってしっかり体を動かしておくと、ステージの上で思う通りに動けるんだ。ねえ、背中押してくれる？もっとギューって押していいよ。うん、いい感じかも。ありがとう。もうすぐライブが始まる時間だね。嬉しくて体が自然に動いちゃう。普段会えない人たちに会えるのもとっても楽しみだし、みんなに私たちの最高のパフォーマンスを見てもらえたら嬉しいよね。ステージをいっぱいに使って、たくさんの人たちに私たちをアピールできたらいいな。そのためにも毎日の練習から本番前のリハーサルまで、しっかり体が動かせるように頑張らないとね。あなたと話してたらなんだかそわそわしてきちゃった。もうちょっと走りに行ってこようかな。ねえ、一緒に走りに行こうよ。